待たせしました。これを。その後どう、秀一君。どうって、もし彼に余計なことを言ったら、その時は命がないものと思ってね。エレナさん、それは僕を守るため。そうなのか、秀一君。どうして。言って、あなたはもうここに用はないはずよ。さっき彼女から受け取ったのはコインかい。やっぱり答えてくれないんだね。でも今日は僕も引き下がるつもりはない。止めて、この辺でいいわ。ありがとう。でもあんたなんで。いいから言って。事情はわからないけど、きっと秀一君が待ってるんでしょ。私だってずっと彼のこと見てたから。昨夜やっと思い出せたんだ。ほんのひとかけらだけど、力を得る前の記憶を。あれがもし本当なら、僕は今まで全部思い違いしてたことになる。君が僕を巻き込んだんじゃない。もしかしたら僕の方こそが君を。知らないわ。それこそ思い過ごしじゃない。その話私も興味あるわね。クレア。悪いけど調べさせてもらったわ。秀一、あんたには多分忘れている過去のつながりがある。二人ともこれに見覚えは。ダメ、秀一君。それ以上思い出しては。ダメだ。もう二度と奪わせない。これお願い、あんたは逃げて。早く中に。君の優しさに守られて、縛られて、真実から遠ざけられたままでいるのは。もう嫌だ。昨夜からずっと考えてた。もしかしたらあれも何らかの手段で私を守ろうと。ひどいことしてるのは私だって分かってる。言い訳するつもりはないわ。全て覚悟の上で、私はあの時。ごめんね秀一君。力を得たことも何もかも忘れて、あなたは普通に生きて、あとは私とナオトが。記憶の中と同じだ。君からはクレアとそっくりな悲しそうな匂いがする。もう泣かないでいいんだ。君たちが全て背負い込もうとしなくていい。僕は空っぽの怪物だ。でも空っぽだから。こうして私と一つになれた。私の居場所になってくれた。空っぽのあんたの中に入ることで、私の心も空っぽじゃなくなったの。行くよクレア。そんなが。
あなたたち。ねえ、私は誰？君は。私が惹かれるのは人と人とのつながりだけ。あの場所にさえ来なければ。待って、化け物なんてどうでもいいわ。あの場所ってなんだ？もしかして今のあれは宇宙船の墜落地点に。あなたたちが知る必要はないわ。この前僕は宇宙人に言った。誰よりも先にコインを100枚集めるって。僕がクレアと一緒にこのゲームを終わらせる。そして君に犯させてしまった罪も背負ってみせる。そのために僕はきっと自らこの力を選んだんだと思う。思い上がらないで。ゲームを終わらせるのは私たちよ。